はい。ちょっと、いつも動画を見てくださっている皆様に報告があります。サムネとタイトルにもある通り、活動を休止します。これなぜかっていうと、まあ、ちょっと YouTube で活動していく上で、まあ、ちょっと今一度自分自身を見つめ直したいというか、まあ、YouTube とか、ま今後の人生とか、ちょっとゆっくり考える時間をいただきたいなと思いまして、だからちょっとお休みをいただこうかなということです。っていうのも、ちょっとここ最近、 そのチャンネルが大ききくくくなななっってててていくにつれて、まあ、かなり忙しくなってきて、まあ、具体的に言うと3月の後半くらいから、まあ、ロシア・ウクライナ情勢がかなり緊迫して、まあ、実際に戦争になってしまったわけで,でそのロシア・ウクライナ関連の動画を立て続けに出してみたりで、まあ、かなり忙しくて全く他のことに手が回らないその作りたい動画がずっと作れてなかったりとかはそうなんですけど、まあ、もっと言うと自分の時間 だから趣味の時間とかが、まあほとんど取れてない状態だったんですよね。だから動画動画動画で、もう YouTubeYouTube でもうそれ一色になってしまっていて、まあなんていうんですかね。だから自分の人生はまあそれでいいのかなみたいなふと思う瞬間があったりとかして、まあ、自分の本当に好きなことってこう何だったんだろうみたいな、なんかこんなに忙しく動画を出して、自分のやりたいことがいろいろできなくなって、だからそれはちょっとどうなんだろうと思いまして、ちょっと一旦よく 考える時間をちょっと取った方がいいのかなと思いました。というのもまあ、まあちょっと愚痴みたいにはこうなってしまうんですけど、まあそれだけその自分の時間を全部かけて、自分の全てをかけてこう動画を出してたんですけど、まあそれで動画のコメントとかを見ると、なんかこいつはにわかだみたいな、この人の情報は聞かないようにしてくださいみたいなコメントが結構来たりするんですよね。僕全部コメントは、まあ、僕がもう本当に手動で、 返信してるんでコメントは全部読んでるんですけど、まあ、一生懸命その自分の全てをかけて作った動画のコメントで、まあ、なんかそういうこと言われるとやっぱりまあちょっとへこむところはやっぱありますしこうにわかだってこうやってこいつの動画はにわかだこいつはにわかだってこうやって言われていて、まあ、正直、まあ、はっきり言わせてもらうと、まあ、それはそうなんですよね。にわかです。 っていうのを、その僕の、だから東大時代、その東大の大学院時代のその専門分野って、その僕のチャンネルで出してきたこう歴史とか政治とか社会学系でもなくて、お米なんですよね。お米、稲の,の研究を DNA とかのレベルで行ってました。なので、その歴史とか政治も本当にテーマごとに僕がゼロから勉強して動画を作ってます。その図書館で。 本を何冊も借りてきて、それをまとめて動画にしてます。だから、その動画で扱っているテーマについて別に大学とかでこう何年間も勉強したりとか研究したりとかしたわけじゃないんで、だからこいつはにわかだってこうやって言われてしまえば、まあ、その通りというか、だからにわかといえばにわかとこう言われても仕方がない感じではあるんですよね。なんかそう思うと、頑張って動画を出しても、やっぱコメントでこうにわかじゃんみたいな,な、こいつ黙ってろみたいに言われて、まあ、確かにそうだし、 でも、まあ、頑張って調べて、まとめて、あと、マネージャーとも一緒にやってるんですけど、まあ、マネージャーも一生懸命編集してくれて、まあ、そうやって頑張って、こう、動画を出してるのは、確かなのに、でもそれでそ、この人の動画見ないでください、みたいな、にわかですからみたいな、こいつは何もわかってないですからみたいなコメントがついて、まあ、そんなに二人結構、すごい全部かけて頑張ってやってるのに、正直こうやって何、なん、なんのためにやってるんだろうみたいに、考えることもあって、 たんですよね、そんな状態でなんか動画をこう作り続けてもこうちょっとなんだかなっていう思いなので一旦ちょっと自分たちの気持ちをちょっと整理するためにも、まあ、一旦お休みをいただこうかなと思いましたほ、まあ、本当に YouTube 始めて2年半ぐらい経ったんですけど、まあ、YouTube 始めてから、まあ、まとまったお休みってやっぱり取ってなくて結構、まあ、盆も正月もずーっと YouTube のことを考えている日々だったので、まあ、ちょっと一旦 お休みいただこうかなと思いました。はい。それで、経緯は、そういう感じで、じゃあ具体的にはどうなるのかっていうと、まあ、動画の投稿がストップします。はい。でもまあ、もう編集し終えて、もう公開するだけの動画が1本あるので、その動画は5月3日に公開します。あの、幸福の科学の広ロさんとのコラボ動画ですね。もう1本はもう上がってるんですけど、もう1本あるので、そっちを上げます。でも、プレミア公開はちょっとしません。 僕いつもその動画公開と同時にこうみんなでこうチャットができるこうみんなでこうチャットしながらこう動画を見るっていうそういうプレミア公開っていう公開の仕方をしてるんですけどそのプレミア公開はちょっとしません通常の公開になりますあとまあだから YouTube に関することはまあ一旦一切ちょっとやめてみようかなという感じですなので今まで動画にいただいたコメントはさっきも言ったとおり僕が全部手動で返してたんですけどまあちょっとそのコメントの返信もちょっとスパッとやめようかなと 思ってます、はい、それで、休止の期間なんですけど、まあ、とりあえず、5月いっぱいを予定してます。まあ、5月いっぱいは、だから僕も一緒にやってくれているマネージャーもま休もうかなって思ってます。なので、まあ、6月からは活動して、また動画を出せるように準備はしていきたいと思ってます。なので、ま少なくとも5月いっぱいは活動休止するんですけど、まあ、まあ、インスタだけちょっと、 やろうかなと思ってます。っていうのもそのインスタはもうほとんど YouTube 関係なく個人的な投稿ばっかりなので、まあインスタは更新したいと思ってますし、まあインスタではたまに、まあライブ配信とかはしていきたいかなと思ってます。まあインスタグラムのその生配信って僕実はこっそりやってたんですけど、まあインスタの生配信は本当に何も考えず思ったことを言ってるだけだったんで、まあ何かあったら配信するかもしれません。今までもこうゲリラ的にこうインスタで生配信ってやってたんですけど、そのゲリラ配信は何回か まあ、やるんじゃないかな。5月中もやるんじゃないかなって思ってます。なので、まあ、僕の生存が気になる方は、概要欄からインスタをフォローしていただけるとなと思います。はい。ということで、一旦お休みはいただきますという報告でした。まあ、こんなことを言うのはあんまりしてこなかったんですけど、やっぱりその、動画制作、その頑張ってくださいみたいな、頑張って動画作ってくださいみたいな、とか、まあ、すごく勉強になってますとか、そういう温かいコメントがいただけると、まあ、嬉しいので、まあ、5月いっぱいはちょっと編集はできないかもしれないんですけど、まあ、読みはするので、この動画へのコメントも、 まあお待ちしてます。はい。ではまた。